V-1710V12 液冷式、レシプロエンジンアリソンエンジンは、アメリカ合衆国の航空機エンジン製造会社で1995年、ロールスロイスホールディングスに買収され同社の子会社となった。最もよく知られる V-1710V-12 エンジンは、第二次世界大戦時のアメリカにおいて、唯一の液冷式高出力エンジンであり7万機。 以上生産された。戦後アリソンはヘリコプター向けのターボシャフトエンジンを供給した。アリソンはインディアナポリスでホットロット向けのエンジンの会社として始まった。徐々に業用を拡大して1920年代にはアメリカ陸軍から高出力エンジン開発の依頼が来るようになった。1928年陸軍に発表したが採用されなかった。 アリソンは7000機以上の J33 を生産した。J35 は14000機以上が生産され、F-84 と F-89 に搭載された。アリソンはアメリカ海軍向けにターボプロップエンジンの開発を始めた。海軍は T40 のみに興味を示した。しかし、伝達軸の取り回しが複雑すぎて中止になった。 再び、挑戦して T-56 を開発し、C-130 輸送機に採用された。また、ティルトローターの V-22 用には、AE-1107C を開発。T-406 と命名され搭載された。アリソンの成功作の一つである250型、ターボシャフト、ターボプロップエンジンシリーズは1960年代。 まだヘリコプター動力の大部分がレシプロエンジンだった時代に開発されたものだった。1970年代半ばアリソンはゼネラルモーターズの一部門だった。そこでセラミックスを用いたドラッグ向けの GT404 から4エンジンを開発した。1990年代初頭までセラミックタービンの開発を行った。ありがとうございます。